三千世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたい。これは維新の詩、高杉晋作が歌ったとされるドドイツの一節です。朝カラスが鳴けば遊郭を出なければいけない。ならばこの世のカラスをすべて殺しても遊女といたい。そんな気持ちを歌った歌です。こんにちは。これはこの歌をテーマにしたカードゲームの製品化プロジェクトです。プレイヤーは遊郭の客となり、最後まで遊郭に残ることを目指します。ゲームでは倒すべきカラスなどの鳥カードとアイテムとなる三味線カードを使います。手番では鳥カードを3枚、三味線カードを2枚引き、三味線カードで鳥を減らしていきます。鐘は時間を進めます。時が進むと鶏やウグイスも鳴き出します。鳥を始末して最後まで遊郭に残りましょう。私たちについて。私たちは夫婦でゲームを制作しています。ゲームデザインは私、そしてメインボードのユージは私です。家でゲーム大会をやる中で7歳の娘を含め一番評判が良いこのゲームを製品化しようと思いました。このプロジェクトをきっかけにボードゲーム、カードゲームに興味を持つ方々が増えてくだされば、これほど嬉しいことはありません。ご支援よろしくお願いします。